世間の若者の間で蛙化現象という言葉、マジでどうしようもない残酷な現実が話題になってるんですよ。まず知らない方のためにこれ何かざっくり言いますと、付き合った瞬間になぜか相手に冷めてしまうっていう現象のことなんですね。自分ですらなんで冷めてしまったのかっていう理由がわからないケースが多いらしいんですよ。さらに言うとこの現象は男性よりも女性の方に起こりやすいと言われてます。こういったことが起こるのが実はですね、別に少数派ってわけではなくて、女子高生のおよそ過半数ですね、 46% が蛙化現象を経験したことがあるって答えたんですよ。これは僕はどうも顔じゃねえかと思うんですけど、 46% って非常に高いわけですよね。まあ具体的な症状もあったんですけど、好きだと言われた瞬間相手が気持ち悪くなったり興味がなくなったりしてしまう。ふざけんな。この話の大事なとこって、振る側の自分でもよく理由がわからない、この感情が抑えられなかったりということで結構しんどいということなんです。この蛙化現象が起こりやすい人のチェックリストっていうのがあったんですよ。好きな人ができてもアプローチせずに終わってしまうことが多い、好きな人を好きでいることに申し訳ないと思ってしまう、好きな人や恋人に親切なことをしてもらうと嬉しいと同じくらい困惑してしまう、自分に自信がない、人を見た目で好きになることが多い。待て、おった、このカモフラージュの中に顔がおったぞ。王道から外れることが怖い、どちらかというとネガティブ思考、これどちらかとってないねん、これどちらかというと聞き役に回ることが多い、だからどちらかとってないねん。昔から引っ込み思案、褒められた時の正解の回答がわからない、この今言った中で4つ未満だった方が普通で、5から7の方が蛙化現象予備軍、8つ以上当てはまった方については蛙化常習犯ということで、かなりこれをこじらせてる可能性が大きいということで、ギュッとまとめたら、自分自身に自信というのがないんですけど、ただ理想も大きくなっちゃう、だから自信がないからマイナスなことばっかり考えてしまって、だから付き合えた後も実は気使って付き合ってんじゃないかなとか、だから次に行く別れっていうよりはそれが辛いからそこから逃げるための別れのような気がするんですよね。心理学的な観点から原因ないのかなと思って、1つ目、理想と現実のギャップにがっかりする。やっぱり付き合うまでは顔と表向きの部分しか判断材料にならないんですよね。ちょっと話しただけで自分の中の理想図ってのを勝手に相手に当てはめてしまうってことがあると。ただ実際付き合ってみたら、こいつ思ってたのとちょっと違くねえかみたいな。特にですね、今男女問わず2次元とか 2.5 次元みたいなのが好きって方も多いじゃないですか。でいざ本物の人間と交際が始まって、相手の人間らしさみたいなところを見てしまった瞬間に興ざめするみたいな。2つ目、お付き合いすることがゴールになっている。あとよくあるものでいくと、やってしまった後悔よりやらなかった後悔の方が大きい、ここを比較しちゃってるっていうの。これ心理学では前者は行為後悔、後者は非行為後悔、もうそのままなんですけど、これなんで後悔の量が違うかっていうのはシンプルで、やった後の後悔っていうのはもう結果出てるんで、その過程まででどこが悪かったとか次はどうしようみたいに割と考えることって数は決まってるんですよ。ただやらなかった場合の後悔って、やってみたらどうなってたのか、実際よかったら今自分がどうなってるのかとか、もしもみたいな、その先のルートが延々と出てくるんですよね。これを半日仮想とか言ったりするんですけど、人はそう感じて告白して付き合ってみるけど、そのやった後悔が発生してるだけなんじゃないかって話もあります。